エディショアは、カナダサスカチュアン州チュー・アペル生まれのプロアイスホッケー選手である。NHL ではほとんどをボストンブルーインズのディフェンスとして過ごした。多くのものから、史上最もタフなアイスホッケー選手と評されることも、ある。愛称は、エドモントンエクスプレス、オールド、ブラッドガッツや、ミスターホッケーショアは1924年に WHL のレジーナキャピタルズに所属し、 アイスホッケー選手生活をスタートした。ショアは、もともとはフォワードであったが、その後エドモントンエスキモーズ在籍中に、ディフェンスへとポジションを変えた。1927年に、WHL が閉鎖されるのに先立ち、ショアは1926年8月20日に、金銭トレードで NHL のボストンブルーインズに移籍した。NHL における、ルーキーーでは、ゴール。 8アシスト、合計20ポイントを上げたが、当時のプロリーグでは、ディフェンスの選手が得点に絡む機会は、比較的、少なかったと言われ、ショアの得点力の高さを証明している。しかし、ショアを、特に有名選手としているのは、その得点力よりも、ラフかつタフなディフェンスである。まず、2年目のシーズンでは、 ペナルティミニッツ合計165分という当時の NHL 記録を残している。ショアは他の選手をスケートで引くこともしばしばであったほか、トレードマークであるクラウチングスタイルのスケーティングスタイルにより重心を低く安定させていたために、ビリー・クチュラのライバル選手がボディチェックを行っても容易に打ち負かすことができなかったと伝えられている。 1925から1926シーズンには、スプレーグ・クレッチ・ハーンが、翌1926から1927シーズンには、ビリー・クチュが、それぞれモントリオール・カナディアンズから、ボストン・ブルーインズに、ディフェンスとして、トレードで移籍してきたが、誇り高いショアは、自らが、リードディフェンスであることを誇示するために、胸を張って、彼らの前を行ったり来たり歩いたとも伝えられる。 このような伏線もあって、1926年に、先輩としてのプライドを傷つけられた、ビリー・クチュがショアに襲いかかる事件が起こり、ショアは、左耳たぶが避けるという重傷を負った。ブルーインズのチームドクターは耳たぶを切断することを、勧めたが、ショアは、針で縫ってくれる医者を探し当てた。そして、麻酔を拒み、医者が針で縫うところを鏡で見ていたとされる。この事件では、 ショアは当初、口が耳を落とすためにホッケースティックを使用したと主張し、口には50ドルの罰金が課せられた。ところが、後に、ショアは主張を撤回したため、口に対する罰金も取り消されたと言われる。また、1933年12月12日には、トロントメープルリーフスのエースベイリーに対するラフプレーを咎められ、 翌1934年1月に16試合の出場停止処分を受けている。エースベイリーはこの時の怪我により現役引退を余儀なくされた。そして一時は裁判沙汰にまでなるのであるが NHL の努力もあって後にショアは彼と和解している。なお、この試合ではショア自身もメープルリーフスのレッドホーナーから報復として打撃を受け頭に傷を負った。 さらに1937年1月28日には、ニューヨークレンジャーズ戦で背中を痛め、シーズン残り試合の欠場を余儀なくされた。エディショアのホッケー人生において、全身に80箇所以上の列傷を負い、978針の縫い跡が残ったとされる。また、尾骨骨折14回、顎の骨折5回、すべての歯を欠損、骨,尾骨、首の骨などには 視力は眼球の傷により低下していたとされ、まさに満身創意といった状態で選手を長く続けた。ショアはオールスター戦に8度出場したほか、ディフェンス選手としては NHL 最多となる4度のハート記念賞を受賞している。また、ブルーインズ在籍中の2度のスタンレーカップ優勝を経験している。1940年1月25日に、 ニューヨークアメリカンズにトレードされ10試合に出場したのを最後に NHL から引退した。1947年にホッケーの殿堂入りを果たした。ショアは NHL 引退後もあるのスプリングフィールドインディアンズを買収し、初期には選手として出場したほか、35年間その運営に携わった。これらの功績を表し、あるの年間最優秀ディフェンス選手には、 ショアの名を冠したトロフィーが送られている。ショアは数々の名声とともにトレーニングにバレエを取り入れるなどややエキセントリックな面もあったと言われる。1985年のその死は新聞の一面を飾り様々な長寿が寄せられたとされる。ありがとうございます。